今回はスイングアームの表面加工をしていきたいと思います。スイングアームの表面加工は初めてなんで、まあ、失敗するかも分かりませんがチャレンジしていきたいと思います。それでは現状確認をしていきたいと思います。このスイングアームコギブが結構多いんですよね。で、とりあえず外して取り置きしてました。ここね、マフラーのサイレンサーのバンドがずっと当たってたみたいで削れてます。そうなんですよ、今つけてるスイングアームもスティーに当たって少し削れてしまってます。今はもう直して大丈夫なんですが、これはひどいですね。ちょっと部品外して研磨の方を始めていきたいと思います。その前にグラインダーが回転速度調整できないのしか持っていないので、こういうコントローラーを作ってみました。検索してそのまま真似して作ってみました。普通に売っているやつだと結構値段がするんで、これは安かったです。確か450円ぐらいだったと思います。部品も外せました。今から削っていきたいと思います。最初はディスクペーパーで削っていきたいと思います。簡単なこの平面から始めたいと思います。今回の作業は全く先がわからない状態でやってます。塗装の下処理の容量と同じかなと思いながら行ってるんですが、もしかしたら今回は失敗で終わるかもわかりません。回転がゆっくりだと手を持っていかれることもなく綺麗に削れますね。反対側削っていきたいと思います。まずは練習を兼ねて平らなところをやってるんですが、この後横とかになると結構難しいですね。
映像が少し飛んでしまいますが申し訳ございません。一応ディスクペーパーで削れる範囲は削りました。で今ちょっとラップ巻いてるんですが、あのこういう溶接部分とかこの付け根とかこのくぼみがあるところはどうしても削れなかったので、剥離剤を使って試してみたんですが、今回購入した剥離剤が弱すぎて半日経っても浮いてくれませんでした。で買った剥離剤はホームセンターとかに売られてるこういうやつですね。でいろいろ調べると、まあこれではかなり厳しいという意見が結構ありました。でラップ巻いて、まあ、半日ぐらい置くと浮いてくるいう話もあったんで、試しに結構塗ってからラップを巻いて約1日置いてみました。で今からラップの方を剥がして塗装の方浮いてるか確認してみたいと思います。でこういうカップブラシも購入してみました。これでこういう溶接部分とかももう一度削っていきます。ディスクペーパーだとちょっと当たっただけでも山が削れていったんで、それはダメかなと思って買いました。ラップの方を剥がしていきたいと思います。ちょうどここ極腕がかってたんで、ほとんどペーパー当てられなかったんですが、まあ、ちょっとだけここは削ってました。でこの付近は全く当ててなかった状態です。取れました。やった。結構塗りたくってラップ当ててたらなんとか塗装剥がすことができたみたいです。ほとんど取れたんで、あとこれぐらいならまあ手で磨いても全然しんどくない範囲なんで、弱い剥離剤でも塗りたくってラップ巻いて、まあ、1日ぐらい僕は寝かしましたが、それぐらいやると取れます。ペーパーで削る前に剥離剤で塗装剥がした方が早かったと思います。まあこれも一つ勉強になったので、次機会があれば剥離剤で剥がしてから研磨したいと思います。次はカップブラシでこの縁がちょっとまだ取れてないので削っていきたいと思います。
この作業はもう本当に軽く当てる感じでやってみました。とりあえず簡単にですが、カップワイヤーで溶接部分とか研磨終わりました。もう大体なんですが終わらせました。こんな感じですね。で、次回は結構磨き傷が多いので400番のディスクペーパーで削って、で順番に買ってみました。で600番って書いてるのでこれで磨いて、あとはフェルトバフで青棒をつけて磨いていきたいと思います。今回の動画は以上になります。次回もご視聴よろしくお願いします。